こいつか、麦わらのルフィとかいう3000万ベリーの賞金首は。こういう凶悪卑劣な海賊は一刻も早く引っ捕らえて処刑台に掲げれば。まったくだ。ルフィさんが賞金首だなんて、おかしな話ですよね。バーカ、海賊は海賊だ。捕まりゃ縛り首って決まってんだよ。そんなことは分かってます。でもそう簡単に割り切れないじゃないですか。ルフィさんとは友達なんですよ。バカ野郎、海賊と友達なんていう海兵がいるか。二度とそのことを口にするんじゃねえ。海軍クビになるぞ。そのくらいわきまえてます。言いませんよこんなこと。他のところでは絶対だぞ。たく、ガプチュージョ。なんだよ、面白そうな話してたじゃねえか。俺にも聞かせてくれや。誰と友達だって、うん、ちょっと面貸せや。もう一度聞く。お前らはあの麦わらのルフィと友達なんだな。ヘルメッポさんはどうか知りませんが、僕はそうです。別れてもずっと友達だと言ってくれました。分かってると思うが、そんな奴らを海軍に置いとくわけにはいかん。だが幸いこのことを知っとるのは俺だけだ。海兵になりたいか。ちょっと待ってください。確かに僕はルフィさんと友達ですが、ヘルメッポさんは別に。なりてえよ。なりてえからここにいるんだ。ヘルメッポさん。バカ、そんなこと今さら聞いてくれる相手かよ。連帯責任だ、連帯責任。コービーはどうした。なりたくないのか。なりたいです。なら忍ぶの言ってねえで、とっととかかってこい。